辛口チク、シビリザチオンはもう煮詰まってる感があって新作が良くなる気がしないんだよね。多分大幅にデザインを変えないともうどうしようもないとは思う。それか、あり余るマシンパワーを使った、言ったら AI による自動化をどこまで進められるかっていうところかな。宇宙 4X で AI の自動化を極限まで進めた例としては、スタールーラー2があるわけだけど、スタールーラー2成功したかって言われたら、俺は大成功だと思うんだけど、世間的で大失敗でした。俺、あれ絶対いいと思う。あれ絶対名作だと思うんだけどな、スタールーラー2。なので、まあ、単純に、デレク・パクストンとソレン・ジョンソンにゲームデザインさせたら一番いいの宇宙ストラテジーができる間違いないんだけど、多分スタードックとしてはそれ以外の方法をやるはずだと思うんよ。それ以外の方法としては今と考えられるのがゲームデザインそのものが良くなるってまずないと思うんで、あとはもうここ近年のその PC ゲーミング PC のマシンパワーを生かした、AI による自動化っていうのが焦点になるかなと思ってる。すいません、今日やるゲームの話、今日やるゲームはこちら、Before We Leave という、これね、あのエピック専売なんで申し訳ないんですけど、エピックのゲームやっていきます。で、なんだかんで言ってさ、うちのゲームって結構敵と戦うゲームってすごい多いんよね。で、このゲームちなみに敵出てきません。なのですごくのんびりとしたゲームです。あ、しまった、ごめん、ちょっと待って、まあ早速このアートワークから紹介していきましょう。町建設シムです。で、こんな感じで町を建設していく形になってます。この辺とかね、ウッドジェネレーターって形で木を燃やして電気を作るっていうところ でこの辺にアイアンスミサーがあって、そしてトゥールスミスがあってって形で、まあ言ったら重工業やってるんで地面がちょっと色が変わってますね。逆にこっちは農業エリア、こんな感じでポテトを作ります。で、井戸があって、でか家があってって形で、あれですね、ポテトと井戸とで家を作って、そこからどんどんと町を大きくしていきましょうって形で、テックツリーで新しい技術を研究していって、そしてどんどんと新しいリソースにアクセスしていくっていうふうなゲームですけど、最終的な目標が何なのかっていうと、宇宙進出です。これ太陽ですね。実はこの星系には5つこんな感じの同じような惑星があって、で、ゲームとしてはどこだったっけ、こいつか、今のところはこの壊れた木星の宇宙船を直して宇宙進出するっていうのが目的になってます。といった形で、何でもヘクスになってて、雲もヘクスになってるって形のアートワークで、結構可愛らしいデザインになってますね。という敵が出てこないし、今上もないし、嵐が起きたりどうこうするってことないっていう、結構その平和で安全で誰と競い合うってわけでもない、ただ単純に街がどんどんと大きくなっていくところを見てニヤニヤしましょうっていう感じのゲームを紹介していきます。何がおもろいのって言われると、まあ、それがおもろいんですよ。なんかいつもと違ってぬるいゲームやってますねって言われたら確かにそうなんだけど、まあ、今回ぬるいゲームです。まあ、正直疲れた、そろそろ。ずっと戦争するゲームばかりだったら疲れんねん。で、チュートリアルからスタートしていきましょう。チュートリアルはこうした形で、ズームカメラなり、ムーブカメラって形で、カメラの使い方から説明していって、まずは家を作りましょうっていう形からスタートですね。
で、ここにシェルターがあります。実はこの人たち地下に住んでるんですね。何らかのその惑星級の災害があって、それで地下で住んでから数百年か経ったか分かりませんけど、とりあえずビルがボロボロになってる、こんな感じ で、そうして地球が地表が安全になったのを見てから、ようやくこの人々が出てきたって形になってますね。じゃあまず家3つ作れっていう風に言ってますけど、ここでね、いきなり最初の難関が始まるわけですよ。こっち畑作るか。よし、じゃあ家作ります。でこの手のゲームでフォールアウトフォールアウトみたいな形です。のなんていうか、ポストアポカリプス、まあポストアポカリプスあるよね。で、まあこの手のゲームでよくあるように、この施設のパネルを作るときに、この隣接ボーナスっていうのがあります。家同士をくっつけると、人がたくさん住みますよなりですね。畑に隣接すると、フードストレージとドリンクストレージが増えますよって形で書いてますね。というわけで、隣接させたい、隣接したら強い施設はなるべく隣接して作るっていう風な王道がスタートしていくわけです。ちなみに道路はタダで引けます。この手のゲームにしては珍しい。いや、次はポテトと井戸を作りましょうっていう風に言ってますね。今一応備蓄がこういう形であるんだけど、備蓄がなくなったら、人が死にはしないんだけど、あの疲れたっていう形で仕事効率が落ちます。死にはしないんだけど仕事効率が落ちる。道路はただ引ける、ありがたい話ですよ。道路がただで引けるゲーム。じゃあ、ポテトを2つと井戸作れっていうの言ってますね。じゃあポテトを2つ作って、そして井戸を作る。この家3つとポテト2つと井戸1つが基本ルールになっているので、これは結構形として覚えておいてください。っていうのも、家は隣接させると人がたくさん住めるっていうのはボーナスがつくし、ポテトは家と井戸を隣接させると、製造スピードが速くなります。でポテト同士を隣接させると、ポテトの収穫量が増えるって形になってます。次はあれだ、ウッドカッターを作れって言ってんな。木材がなくなってるからね。だからポテトは井戸に隣接すると、生産速度が上がります。ただし井戸は家に隣接すると汚れますっていう形で、家3つでポテト2つで、井戸1つなんだけど、道の周りに道の隣接しないと作れないって形があるから、この形を作るために道をぐるっと回って作らなくちゃいけないっていうのがある。これがね、このゲーム難しいところなんよ。なかなかこうした都合のいいスペース見つからないからね、最初のゲームでしか。でウッドカッターをじゃあ作っていきましょう。ウッドカッターはウッドカッターは木と隣接するとたくさん木が取れます。でこの木っていうのは、この伐採すると時間が経ったらまた生えるっていう風な、結構都合のいいシステムになってます。
よし、じゃあとりあえず当面の目的は決まったっぽいね。当面の目的はこの船を直しましょうって形なんだけど、まあ、船を直すのにたくさんリソースが必要ですし、何かよくわかんないハテナ、まだ発見していないリソースが必要になってるし、さらにリペア、テクノロジーを研究してリペアをしなくちゃいけない。なんだっけ、石が足りなくなったから木を3つ伐採しましょうっていうふうに言ってんな。この辺切っとくか。でクリエイトツールユーザー、トランスモーフィア、これね、木材をツールに変換するっていう装置になってます。木材15消費して、じゃあツールを5つ作りましょう。なんか離れたらそうでもないんだけど、近寄ってると一生ね、よくわかんない言葉がずっと聞こえる形だったんです。割とやかましい。この辺は一応あれだ、オプションで設定できるから、気になる人はもうちょっとちっちゃめにした方がいいと思います。今のところ手数は全部足りてるかな。手数は足りてるな。施設が増えてったら手数が足りなくなるか、また家も増やさなくちゃいけないんだけど、家増やそうとしたら次また畑と井戸も作らなくちゃいけないからね。ちょっと消費量の方が多いかな。よし、これでツールが動いたんで、で具体的にどうやってこいつを修理するかっていうと、まあそれはテクノロジーを研究して修理していくって形になります。なのでテクノロジーを研究するにはどうしたらいいかっていうと、まあ人々が力を合わせるよりも前に、まあこうしたアンシェントテクノロジーっていう名前のゴミが落ちてるので、このゴミを集めて見たら昔を研究するっていう、このゴミを集めて昔を研究していきましょう。でゴミをライブラリーに集めて、そして分類をしていきましょうっていう形で、もともとあるこうしたテクノロジーの残骸を使って研究を進めていくっていう形なんで、自力で研究するも早いです。車輪を発明しなくても車輪があったらそれ見て考えればいいっていう形ですかね。今のところ働いてるのが7人いるからまだ全然大丈夫かな。一言で言うと、もう別にユニバーシムじゃなくてこれでよかったんじゃないかなって気持ちはある。もう敵も何もなくね、サバイバルも何もなくね、こうしたのただ単純に街が座ってくるのを眺めてるだけっていう。で六角形のデザインだからちゃんと自分の思い通りデザインできるしさ、ユニバーシムやってて結構に気に入らない部分っていうと、その思い通りデザインできないのよね。勝手にどんどん作っていくっていう形だからさ、だから結局出来上がった街がすごく水ぼらしいんだけど、このゲームはヘクスの上にどんどん置いていくって形だから、ある程度自分の思い通りデザインできるってのがすごくいいよね。街建設ゲームというか箱庭ゲームとして自分でちゃんと手を入れてる盆栽って感じはするよね。箱庭ゲームの醍醐味としての盆栽感。ユニバーシムはなんていうか、よくわからない得体の知れない形になっていくんだけど、それを制御できずにただ眺めてるだけしかないっていう状態なんだけど、まあ、花が咲いたら、あ、花が咲いたねっていう形で喜ぶだけなんだけど、このゲームは花が咲いたねっていう風な形の喜び方としては、ちゃんと
船を直して次の大陸に行こう、そして宇宙船を直す、木造の宇宙船を直して宇宙に進出しようっていう風な目的があって、その目的のまでの過程としてこうした盆栽いじりがあのヘクス上のこの地表を操作する、地表に建設することで自分で街作ってるっていう、街をデザインするって楽しみが残ってるっていう点で言うと、あのユニバーシムで遊びやすいかなと思ってます。まあ、ユニバーシムも宇宙マップ、宇宙進出した後のシーンがと出た後だったらもうちょっと楽しみ方変わるかもしれないんだけど、今現時点のそのユニバーシムと比べて言うとこっちの方が盆栽感はあります。じゃ次ノンレッジが溜まったんでエレベーターを研究しましょう。これノンレッジのマップちっちゃいなと思うんだけど、一応ここにね拡大ボタンがあるので、こいつで拡大していけば、ちゃんと読みやすくなります。ご安心ください。今のところはあれだ、あの画面がちっちゃすぎて拡大できない。あ、拡大してこれか、ちっちゃ。じゃあエレベーターができたら何なんのっていうと、エレベーターがもうすぐできるんで、そこからと説明しましょう。エレベーターができました。じゃあ、ニューっていうマークとともに新しいものが作れるようになりました。エレベーター、すると上の階に上がれます。上へ参ります。木材とツールがいるけど、まあ数は足りてるから大丈夫かな。食料がちょっとやばいな。ちょっと次の町を作っとこうと思うんだけど、次の町作るのにちょっと不便だな。このゴミ早くなくならんかな。プライオリティ上げとこう。次はマイニング研究しろって言ってんな。マイニング研究します。マイニング研究するってことは何か石、何かを取るってことなんだけど、このゲームマイニングって言ってもそう、ここに実際このでかいものがあるわけだから、これをバラして取るっていう風な、あのナウシカでさ、あの何だったっけ、昔の太古の宇宙船を切り取って、あのセラミック圏なりを作ってるっていうセラミック鉱山っていう描写があるんだけど、それと同じような感じでかつてのこうした文明の残骸を切り取って、資源にしていくっていう形になってます。そうしたかつての文明の残骸っていう、かつての文明の残骸があるおかげでゲームが早く進むっていう。マイニングを研究したんで、次はこの廃墟になってるこのビルを切り取って石を手に入れましょう。じゃあ上の階に上がれるようになったんで、でね、ここからちょっと変わってくるんだけど、この石を取るっていう工程の時にこのポリューションが発生します。で、例えばこの木材なんかでいうとポリューションがあると、新しい木が生えるスピードが遅くなるっていう形があったり、ポリューションが周りにあると食物、作物が
育ちにくくなるっていう形で、この重工業に対しての対処が必要になってくるって形になってます。といってもまあ言ったら農業エリアから離しとけば大丈夫っていう、あの昔のシムシティっぽいですねあのマップ半分を工業エリアにして、あとマップ半分を商業、住居エリアにするって感じのといってもそれも言ったらあのリアルで言うと都市建設も大体そんな感じになりますね。風下の方に重工業を置けみたいな形でさ。じゃあ次リペアを研究します。でも人がこのスピードで動くもんだから、人の調子が良かったらこのスピードで動いてくれるんで、あの割とその家の、まあ、もちろん家の近くにその働くところがあったらそれはそれでいいにはいいし、あんまりその長く歩かせると仕事がなかなか終わらなくなるっていう風な欠点はあるんだけど、そんなに言うほど人は歩くスピードが遅いわけじゃないので、もうそこまでその神経質に作らなくてもいい形になってます。リペアが終わったらこいつを直そう。嘘でしょ。ここジェネレーターかよ。ちょっとも港の方じゃん、ジェネレーター。なんでこんなとこにジェネレーターあんの。村人を25人サポートできるように街を作りましょうって言ってんな。あとちょっとでこれがゼロになるんでちょっとお待ちください。いや、ここにポンと道作ってもいいんだけど、ここにポンと道路作ってもいいんだけど、どっちだったらここに作りたいってのがあって、ここにあるアンシェントテクノロジーっていう名前の古代のゴミ古代人のゴミがなくなればここに道を作れるようになるので。なくなった。で、新しいこういう家とか作ったらさ、人ってどっから出てくるのって言われると、村人が速攻ファックして子供作ってるってわけじゃなくて、こっから出てきます。ちょっと待ってましょう。もうすぐ家ができるはず。あともうちょっとできるんじゃよ。できた。新しい家ができたよ。すると新しい家ができたよって連絡を聞いて、シェルターから人が出てきますこういう具合でね。じゃあこの中に何千人おるんだよって話だけどさ、多分あの冷凍冬眠してるんじゃなくて、おそらくその遺伝子情報だけ残ってて、あとあの原型質スープだけに残ってるっていう。多分この中にはそう、まあ確かホールアウト感じは、ホールフェーターから出てくるあたり、ほんとホールアウトな感じだ。そう、平和なホールアウトって感じはするねまあ冷凍冬眠とかこの中にそのもともと文化があるってわけじゃなくて、おそらく原型質スープと遺伝子情報だけの工場があるんかなと思うんよ。で、地表が住めるようになってから、とりあえずその3人だけ原型質スープから遺伝子を使って、原型質スープから人間を作って、そして出したって形かな。で、こうしておけば、この中にある村の管理にどうこうしなくても、原型質さえある、原型質さえあれば、あと遺伝子プールから適当に人間を作れる形だからさ、そうしたら別に、装置が壊れるっていう心配も減らせるし、今、ちょっとその、なんていうか、あれなこと言ってるけど、まあ、そういうゲームだ。そういうゲームじゃねえか。次はあれだ、ウェアハウスを作れって言ってるね。
ウェアハウスを作ると、あ、言ったら、荷物に、言ったら、ヤマトができます。佐川とかヤマトができます。で、佐川とかヤマトは台車を使ってるんで、人々が手で持つよりも速いスピードで動くことができます。じゃあウェアハウス作れって言ってんな。じゃあとりあえずウェアハウス作るか。人の数はどうや、働いている人は今のところ17人、暇してるやつはいないって形かな。一応各グラフに関してはこういう形で、ステータスじゃなくて、今どんだけ資源が、取れてるかどうかっていうのがグラフになって、分かる形になってます。あんまり気になるようだったらやっぱその少ないリソースを補うようにちょっと余分めに生徒を作っておいた方がいいでしょう。例えばこういうところに、ウッドカッターを作ったりとか、ね。今日の配信は努力を2個出した後にシーズンパスを売るという狂気の商法を始めたシブログをこき下ろしていくのかと思ってた。いや、ギャラクティックシミュレーションのバージョン 4.0 を紹介するっていうだけでもう十分です。もうやりきった。で、こうしたウェアハウスができるまでっていうのは実は農作物でならないって生えてるものほったらかしになってんだよね。だここで貯蓄されてるっていう、各パネルにある程度貯蓄量があるって形になってますし、各家にある程度貯蓄量があるっていう形になってます。でこれがなくなるたびにその畑から直接抜いてくるって形だったんだけど、ウェアハウスがあれば貯蓄ができるって形なんで、家とか道庫にいっぱいになっててもウェアハウスの方にどんどんと、ちゃうわ間違った、畑にとりあえず収穫できるっていう状態になったらウェアハウスに保存されるって形になります。なのでリソースに結構余裕が出てくるし、木材も当然のごとくいるっていう時しか働かないっていう風な作りになってるから、木材も同様にウェアハウスを作ればそれだけある程度貯蓄ができるって形になってます。あ、ツールが足りん。さあ、綺麗な朝日ですよ。いや、今日の放送はすごく綺麗ですね。いつもが小汚いって言ったわけじゃないんだけど。うん、いつも小汚いかな。いやー、敵がいないっていうのはすごくね、現れるね。こういう施設とかもさ、ヘルスがあってほっといたら壊れますよっていう風な感じじゃなくて、ずっと作ったら作ったで何百年このまま動いてくれるって本当助かりますよ。なんで日本ってあんな家たくさん建て直ししなくちゃいけないんだろうね。ユールの方だったら結構石造りが多いから、それで結構数世代にわたって住めるって家が多いらしいね。に対し日本の場合だったら木材たくさんあるからもう焼けちゃってもまた建て直したらいいじゃんっていうノリになってるから。とは言っても例えば
あれだ、方位平等とか、ああした昔の木造建築とかでも数百年単位残ってるし、日本が決して数百年単位まで残る、後世まで残る建物を作れないってわけじゃないと思うんだけどね。まあ家たくさん建てたらさ、建築業者が儲かるからってのは大きいと思うけど、要因として。地震ない国は築千年とかあってビビるよね。そうだね、ピラミッドとかね。アンコールワットとかもすごいよね。あ、地震があるんだよな。さあ、ウェアハウスができたんで早速芋とそしてドリンクを貯蓄するようにしておきましょう。こっち側は木材とかツールとかを保存していけばいいかな。で、今リソースがないよっていう部分に関してはこうしたビックリマークがついている形になってます。さあ、貯蓄がどんどん始まった。こうすれば畑がどんどんと、畑の芋を収穫してどんどんと倉庫に入れるから、また畑はどんどんと新しい芋を作れるようになるって形になりますね。これです、普通の人はこうやって手で持っていくんだけど、スペースサガーの方々はこうしたあの台車を使っているという形になってます。だから他の手で持っている人よりも早くたくさん物が持てるって形になってますね。なんでウェアハウスを作っておけばそんだけ物流がスムーズに行き通る形になります。そこのところのウェアハウスが足りているかどうかって部分に関してはぶっちゃけとか表示されません。なんで感覚で掴んでもらわなくちゃいけないんだけど、そのためにこうした人が動いているって形になってますね。ただこの、まあなるべく このゲームそのイラつかせないようにしてるっていうのはわかるんよ。この人のスピードが速いっていう部分にしてもそうだけどさ、ただこう台車持ってる人が何の方がたくさん持てるっていう部分に関しては表示されないわけで。ただ手で持ってる人は足が遅いけど台車持ってる人は速いっていうにしてくれたら、そうしたらあの物流のなんか滞りがどうこうか分かりやすかったんだけど、このゲームはそうじゃないんよ。なので結構油断してると非効率なゲームになってる。別に非効率だから問題があるだけじゃないんだけどさ、さあこうした形で芋とこう木だるで多分水とか溜めてるんだろうきっと。さあこっちは木材とツールとそして石を貯蓄していきましょう。次はツールを作りましょうって話だな。ツールは鉄から作りますんで鉄まず取りましょうですけど、鉄も当然のごとくあのわざわざ地面から掘らずともあの露天工しなくてもこうした形で鉄の塊があるわけなんで、こいつをまたね切り崩していくっていう形になってます。まあ、ゲームプレイの簡略化とあの見える化、そのゲームコンテンツの見える化がきっちりと、バックボーン、まあ、フォールアウトっぽいこのポストアポカリプスなんで、もともと残ってる文明の残骸を使いましょうっていうプレイングによく非常にマッチしてるのが面白いですね。わかりやすいっていうところね。
こうした感じで一生牧歌的な BGM を聴くことになるんで、多分好きな人はすごく好きだと思う、こういうの。じゃあまずはメタルワークを取っていきましょう。こいつはポリューションを作るっていうのと、人が早く疲れるっていう形かな。ほんでから、ウェアハウスが隣にあるとたくさん取れるっていうのと、あとはこうしたそばに、そばにこうした鉄がないと取れないって形になってるかな。じゃあウェアハウスも作りましょう。えい、さあプレイしてもう今36分。最初の方にちょっとセーブデータを使って説明したんで、実際のゲーム時間は25分ぐらい経ちますけど、まだ敵は出てきません。といってもこのゲーム敵出てきません。敵出てこないゲームですっていうふうに書いてあった。こうした敵が出てこないゲームっていうと、まあ、強いて言うとプレイヤーが飽きるっていうのが最大の敵ですね。じゃあ飽きないようにどうすればいいかっていうと、まあ、効率化なんだけど、それに関してはフォラージャーで説明した通り、フォラージャーなんかカモは当然のごとくゲームが非効率なプレイングになると、新しいゲームコンテンツのアンロックが遅くなるので飽きるっていう作りになってます。でこのゲームも同様に、新しいゲームコンテンツがのアンロックが起これると平凡な日常が続き飽きる形になります。でその飽きを助長するかのように、また牧歌的な BGM が延々と流れるわけですよ。よし、これでようやくメタルワークでメタルが取れるようになったんで、これでツールを作っていきましょう。なんだけど、ツールを作る前にまずはこのルインジェネレーターをリペアして電力を作れるようにしましょう。さてと次はアイアンスミサーとツールスミスを作っていくんだな。アイロンスミサーは一体この瓦礫になっている鉄から作るんだけど、こいつがね、その問題がこうした形でポリューションの範囲が広いんよね。でジェネレーターとくっつけると作成スピードが上がるっていう形なんだけど、そのおかげで芋畑が汚れちゃう。普段だったらね、こっちの方に
ジェネレーターがあるからよかったんだけど、今回はちょっと 10% 犠牲にするか。くそー、ここだと芋畑汚れる、水もあるしね。あ、くそー、離して作ろう。でから、ツールスミスは、この、アイロンスミサーの横に作ると、製造速度が上がります。でから、ウェアハウスが隣接してると、たくさん、取れるじゃなくて、貯蓄できるなる。ので、ここにも、ウェアハウスを作りましょう。瓦礫の鉄から瓦礫の鉄をここで貯蓄用にして、瓦礫の鉄を貯蓄して、そして瓦礫の鉄をこのツールス、アイロンスミサーで鉄に戻して、そして戻した鉄で道具を作るって形ですね。ではそのツールスミサーの横にウェアハウスを作っておいて、ここで鉄を貯めるようにしましょう。これでずっと道具が作るようになりました。わざわざこれでね、毎回毎回もあのモーターをギュイーンって回してね、鉄を作らなくてよくなりましたじゃあ鉄じゃなくてあれだ、なんだったっけ、あれだ、このトランスモーファーを回してツールを作らなくても、これで自動的にツールが作れるようになりました。これで大丈夫かな。そしてようやく船の建造ですよって言いたいんですけど、次はガーデニング。そろそろ市民の不満が溜まってるわけじゃないんだけどね。アイドルワークがゼロだから、言ったら今人に余剰がなくなってる状態か。じゃあ家作らないといけないな。家作ろう。どこに作ろう。ちょっと待ってね。家作る悩み中。ここポリューションがな、これな。ポリューション動向に関しては、もうポリューションがあるところを全部先に道路を作っとくってのが一番わかりやすいです。どうせそこになんか作ろうとしても、ろくなことにならないんだからさ。これで大丈夫かな。じゃあ、この辺にまた家でも増築するか。今アイドルワーカーが0人なんで、言ったら人がみんな働いてる状態になってるからね。
こうした重工業で働いてると人はものすごい勢いで疲れます。で疲れてくるとどんどんと人のスタミナが減っていって、そして人の動きが遅くなります。仕事のスピードも遅くなるからね。なのでそれを回復する方法として、このガーデニングで野菜とお茶を作って、いったらルクソリーリソースですね、それで疲れを回復するっていう形になります。じゃあこの辺を畑にするか。まだかな畑、どうせこれゲームチュートリアルっていうか、やること分かってるんだから先に前もって研究すればいいじゃんってなったら確かにそうなんだけど、一応順を追ってね説明するために前もっての研究をしないようにしてます。さあ野菜を作るぞ。トマトじゃんこれ。お茶も作ろう。じゃあお茶とお茶を保存するためのウェアハウスも作っとこう。人の余剰は今のところ3人4人大丈夫、結構家作ったしね。井戸できてんじゃん。井戸じゃねえよ。家だよ家。うちもね今トマト作ってんの。お母さん農園お母さんの農園なんだけど、
ここ最近トマトの花がつきました。ナスはまだついてないです。またなんていうか花がちゃんと咲いたら写真に撮ってここで紹介させていただきますなんだろう、野菜なった瞬間どっか消えちゃうな。多分あれだ、みんな野菜不足だったんだよきっと。だからみんな野菜を欲しがってんだきっと。じゃあここで野菜を貯蓄するようにしときましょうかね。野菜とあとはお茶。野菜とお茶もそのうち貯蓄ができるのあるでしょう。フルーツはまだですね。じゃあこれでようやく最初の町がちゃんとした道具建てるようになったし、家もたくさん増えたし、人もたくさん増えたし、野菜もたくさんあるしということで、そろそろ船を作りましょう。じゃあ船の修理開始。まずは船を修理して、そして船を修理の材料を集めて、そして建造をして、最後に船に次の入植地の資源を溜め込んだら用意スタート。ここ非効率だな。じゃあここいらないか消しとこう。一生この土耕してる音聞こえるんですけど、こっち側に行くと一生なんかあの鉄が煮えてる音がずっと続きますあ、この辺確かにすごいな、これモクモクしてるよね。こっちだとのどかなんだけどね。また綺麗な夜明けですよ。綺麗だね、輝いてるよね。たまにはこういうゲームええやんいつも敵と戦うゲームやってるからさあれこの人えらい遅いな。なんやろ、別にムードが押してるわけでもないしな。サボってんのか。まあ作ったそばから野菜がどんどんなくなってったら、あんまりなんていうかその働き気なくなるよねほらなったやろみたいな形でさ持ってかれる、こうやって確かにこれ萎えるよねある程度こうなんていうかのもさって野菜がなってるところで一気に収穫だっていう感じじゃなくて、一個なるごとに持ってかれるみたいな感じでさもなんだかんだ言ってちゃんと貯蓄しとかないと、いざ大量に使うっていう時になくなったり、水もこうしたの制限製造スピードってやつがあるので、喉が枯れてる人がたくさんいる時に並ばなくちゃいけなくなったりするから、水も水でちゃんと貯蓄しといた方がいいですね。まあ、とにかくウェアハウスなんか資源ごとにウェアハウスを作るっていうのが一番手堅いっては手堅いかな。こっちの芋がなかなか手が回ってない。芋も貯蓄しとくか。別に働いてない人いるわけじゃないけど、まあ、ここにみんな働いてるからかな。
あともうちょっと、あともうちょっと貯蓄したらスタートです。じゃあ船できました。ロマンスドーンザニューワールド。あ、ごめん、人が乗るのも待ってます。5人集まるまで、こいつかな多分、このゆっくり歩いてる人、彼女でした。出発。新しい新天地目指して。とも敵が出てこないっていうのと、環境に殺されるっていう作りじゃないから、もともとこうした安定した経済系ができてしまい、ここ放置で大丈夫っていうのがこのゲームの大きなポイントなんよ。なので次の大陸に行っても前の大陸もわちゃわちゃ管理しなくちゃいけないってわけじゃなくて、基本的にはどんどんと前へ前へと領土を広げていけばいいっていう風な形になってるから、まあ資源パズルっちゃ資源パズルなんだけど、他の町建設であるように町を大きくすればするほど管理がめんどくさくなるってわけじゃなくて、もともと管理がめんどくさくない状態で、あ、だいぶこの辺汚れてきましたね汚れてきた、地面が汚れてきた。なので次はこっちの今いるこの5人で新しい町を作るってことだけを考えればいいって作りになってるから、そこら辺は遊びやすくできてます。さあ新しい土地見つけましたけど、この土地は緑が少ないからおすすめしませんよって形で書いてる。じゃあ緑の土地ってどこにあるんだ一体と。まあこんな感じで裏側が見えるここのアートワークすごい可愛くて面白いですね。今トレーラーの時のこのアートワークで心惹かれて購入しちゃったって形だ。まあ購入するっていうか、まあ前から結構注目してたんだけど、このアートワークに惹かれたってやっぱ大きかったですね。新しいアンシェント何だったっけ、アンシェントテクノロジー、赤色のテクノロジーを見つけました。この赤色のテクノロジーを使って次の街がスタートするので、ここで入植するとしましょう。あんまり離れてないしね。じゃあ入植コロナイズ。さあ新しい惑星はこんな感じでした。砂漠が多いっていうのところの大陸になっているので、ここで生活すると、まあ、芋とか水とか取るのは緑のパネルしか取れませんって形で書いてる。で次に赤いアンシェントテクノロジーで赤いテクノロジーが手に入ります。これを得たら上位テクノロジーを上位テクノロジーを研究するのに使うっていうポイントですね。で最後に宇宙船が見つかりました。この木造の宇宙船を直して出発しましょうっていう形です。こっからあとは最初、一番最初のゲームの繰り返しですね。こっから今から街を大きくしていきますってところからスタート。なのでまずはここの人たちが自給自足できるようにしていかなくちゃいけません。でここでのリソースっていうのが、その最初船を直すときに積み込んだリソースしか持ってきてないっていう形だから、結構乱暴に物を作ったりせずに、慎重に作っていかなくちゃいけません。
といっても、まあ、まずは今このいる5人が住めるように家を作ってと。でからを作って、そして井戸を作る。前のシェルターからどんどんと人が湧いてくるってわけじゃないか。ここからあとはちゃんと人手を考えてからプレイしていかなくちゃいけない作りになってます。さっきと同じことやってるにはやってるんだけど、もうちょっとだけ制限が厳しくなったって形ですね。なんでちゃんとパネルの隣接モアスなりも活かしてプレイをしていきましょう。で当然パネルを作るものを作れる場所が限られてるわけだから、慎重にプレイしていかなくちゃいけません。とは言っても、このゲームだったらその敵が出てきてプレイヤーを殺すっていう風なわけじゃないから、のんびりプレイすれば問題ないでしょう。でここでの目的は新しい大陸での研究を進めていくって形ですね。この赤いアンシェントルインから赤いテクノロジーを集めていくっていうのが今のところもう目的になってます。でここでライブラリを作って赤いテクノロジーを研究できるようにしておきましょう。木材がないんだよな。一応これも木っちゃ木なんだけど、木材が尽きるから、ドルワーカー今ゼロにみんな働いてる状態だ。手数が足りんな絶対的に。あ、ここでね新しい大陸でフルーツが作れるようになりました。まだかな、あともうちょっと下できるんだけんな。あ、人がいないって言ってる。さあ新しい大陸行くと、今まではここまでしかテクノロジーが見えてなかったんですけど、新しい大陸行くと新しいリソースの発見ともに新しいテクノロジーが研究できるようになりました。
ていうことはまだこんだけテクノロジーがあるんだけど、こういった宇宙時代ですね。宇宙に進出するとまた新しいテクノロジーが手に入るようになって、それでようやくテック2の最後まで研究できるって形になってます。まずはシッピングを研究。これはあれですね、新しい船を作るってやつですね。船を作ったらまあ当然のこと貿易ができるって形なんで、前の大陸とこの新しい大陸の村をつないでリソースの交換ができるようにするって形ですね。まあ作りからしてまあ薄々と気づいてる人はいると思うんだけど、こうした赤いリステクノロジーがあって、そして新しい大陸でしか作れないフルーツがあるって形なんで、まあ言った大陸ごとに得られるリソースは違うって形になってますっていうのを繰り返していって、宇宙進出し、そして宇宙進出した後何するんだろうねっていう部分が、あのこのゲームの基本的なあの進め方であるし、ゴールラインになってます。でこっからあとあの先ほどの一番最初の流れの繰り返しになりますので、このエレベーター作ってこっちの方の棚の方にあるこのあれだ、鉄とか石とかを取って、そして道具を作れるようにしてっていうのを繰り返す、形になるので、こちらに出来合いのデータが多分残ってるはずなんで、この出来合いのデータを使ってどんな感じか説明をしましょう。まあ、そうした形であの前初めの大陸と新しい大陸でどんどんと町を大きくしていくって形なんだけど、もともと敵が蛮族が湧いてきて村を焼くみたいな、そういったプレイがないので、基本的にはあの最初作った町に関してはほったらかしでいいです。まあ、適当にウェアハウス作ったけばウェアハウスがいっぱいになるまで物を作ってくるでしょうというような形でまとまってます。ただし新しい研究をすると、もう必要なリソースが増えていく形になります。これでここで言うとルクソリーですね、宝石とかがいるようになるって形だし、服を作ったら服がいるようになるって形で、欲しいものがどんどん増えていくって形になってます。でちなみにそのスーツに関しては主にこの宇宙船でスーツがいるって形ですね。あと宇宙船でスーツがいるんだけど、宇宙船にはいろいろとどこだ、スーツの話だ、ちょっと待って、どこだスーツ、今スチールを作ってるんだったっけ、クロッシングで、服を作って、暑かったり寒かったりするのに耐えれるようになるって形のはず。基本的にはここのテクノロジー全部研究すれば宇宙船に必要なリソースが全部わかるって形なんだけど、今のところそう宇宙船に必要なリソースっていうと、この何だったっけ、この大陸だともう全部取っちゃったか、赤いテクノロジーツリーでこの赤いテクノロジーを研究していき、そしてフュエルなり、オイルなりからより強いエネルギーを生み出して、そしてスチール、鋼鉄を作るようになってっていう形なんだけど、オイルがないどこだったっけ、ここじゃねえな、オイルどこだったっけ、オイルね多分この辺だ、ここだ、言ったら宇宙船がある大陸とオイルがある大陸ってことは別になってんのよ。なので結局とかやっぱその3回目までもう一回入植しなくちゃいけないって形になってますね。で船を作るとこうした形で港が作れるようになって、新しい大陸と古い大陸とでこうした貿易船の設定ができます。
まあ、言った最初の大陸でしか取れないものである、お茶と野菜、そして2番目の大陸で取れるフルーツを貿易してるって形ですね。そのうちルクソリーリソースも貿易しようかなと思ってるんですけど、ルクソリーリソースに関してはもう多分特設作った方がいいかな。この貿易船に関しては早く作らなくちゃいけない理由としては、あの最初の2番目のこの大陸で鉄なり銅鉱を作るのに、またあのジェネレーター作って、そしてあのツールスミス作ってって形でやると、最初の手持ちのリソースが少ない状態だったら無理なんで、貿易船を作って最初の大陸からそうツールなり言ったらその手っ取り早く加工品を持ってって、そして街をキックして、そして自立するように自立できるように助けるって形の作りになってます。なんでもありふれた資源パズルって言われたらまあ確かにそうなんだけど、ちゃんと最初にある大陸から次の大陸にサポートしていくっていう形の流れも、そこへんもきっちりとできてるね、できてる。なのでそうそう退屈はしない。割とこういうゲームって言うと、敵が出てこない大陸、敵っていうかプレイヤーを殺すレベルの敵が出てこないと退屈するんだけど、プレイヤーを殺すレベルの敵が出てくると、やっぱサバイバルゲームって形結構厳しくなるんだけど、そのサバイバル感がない割にはあのきっちりと今までの積み立てをどんどんと、今まで積み立ててきたことを上に積み立てるっていうのが丁寧にできているので、順当に街を大きくすることを楽しみながら、前の街のリソースどうやって使おうかなって形で考えたりですいう形のつながりがきちんとできているものになってます。まああとはどっちかってこういったビジュアルを見て楽しむという部分が大きいですかね。でこのまま頑張って宇宙船を作って、そして宇宙進出していきましょうっていうのがこの、ビフォーウィリーブの内容となっております。たまにはね、敵と戦うの疲れたっていう人はですね、今回このゲーム、試してみたら、まあ、息抜きになると思う。僕もちょっと久々になんていうか、こんなにのんびりとゲームしてていいんかなっていうふうに思いながらゲームをしました。たまにはのんびりと、ゲームをするのもいいでしょう。というわけで本日はこれにて、こちらの新作ゲームであります、Before We Leave の紹介を終了させていただきます。ただいまエピックストア2000円で売ってますので、興味がございましたらご購入ほどよろしくお願いします。それでは本日はこれにてラジオの配信を終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。